もう俺のね不器用な手にはこんなの、あー、インザハウス、吉尾ログです。こんばんは。本日はサバゲー動画になります。僕はまだサバゲーを始めてから、エアガンのカスタムっていうものをしたことがないんです。この40アンピックスを購入させていただいた ARP556。最高のレスポンスを剥がしの状態でも保っていただいてるんですけれども、まあ、サバゲーの仲間たちがさ、バレルを変えた、パッキンを変えた、宮川ゴムに変えた、バッテリーを改造した、電子トリガーを変えた、いろいろやってますよね。そんなこと僕も憧れています。ただエアガンを分解していく、戻んなかったらどうしよう、壊れちゃったらどうしよう、部品なくなってしまったらどうしようっていう怖さがあるために、今まで一回もそういうことをしたことがないんです。で、箱出しの状態からいろいろいじってあげることによって、この銃に対する愛着っていうものを湧いてくると思います。僕はですね、この ARP556 最高に本当に気に入っているんです。最高のレスポンスを誇り、最高の命中度、まあ、箱出しの状態で本当に僕の持ってる HK デルタカスタムとかシグよりも使いやすいガンとして本当に今重宝してるんですね。こいつのバレルを変えていきたい。そう、僕は初心者なんで、まずはカスタムするところ、バレルから変えていってやろうと。まあ、バレルを変えるにしても、こいつを分解してバレルを交換してっていう作業があるんで、それをですね、本日はこの最新鋭のアイテム、はい、ただのマイクスタンドにですね、スマホ用のこのアタッチメントを取り付けて、こいつで手元を俯瞰撮影しながら、はい、撮影させていただきたいと思います。で、もちろんですね、弾速チェックをしなきゃいけないっていうことで、はい、こいつです。箱出しの状態の僕のこの ARP556 は結構ね、弾速遅いんですよ。で、 0.2g の今日は弾でですね、こいつのベーシックの 0.2g の BB 弾で、はい、BB 弾で、あの、弾速チェックをしていって、まずバレルを変える前の弾速チェック、そしてバレルをきちんと交換した後の弾速チェックっていうものをやらさせていただいて、どんな感じで初心者がいじっても銃が変わっていくのか、もしかしたら変わらないかもしれない、落ちるかもしれない、ただ分解していって覚えるところに意義があるんです。よろしくお願いいたします。また僕のやり方が間違っていたらですね、ぜひコメント欄に教えていただけると、これからの励みになるんで嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは本日もチャンネル登録をした上でご視聴の方よろしくお願いいたします。ちなみに本日開催していただくのはこちら、はい、ライラックス製のイージーバレルとですね、もう全部交換しちゃおうと思って、ソフトタイプのエアシールチャンバーパッキン、そしてですね、こちらの、はい、ホップテンショナー、そしてこいつも買っちゃいました。ワイドユースメタルチャンバー。チャンバーごとすべて全部変えてしまえば、いちいち外したり取り外したりっていう作業がなくて、元あるものを外して、新しいものを入れるだけ。そして、メーカーをすべて、統一させてあげれば、多分合成だとか接続とかも、しっかりしていくんではないかっていうことで。全部購入して、全部接続して、全部、取り付けてやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは、まずはですね、ARP556 で、こいつで弾速チェックをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、6mmBB 弾、0.2g の弾で弾速チェックをしていきたいと思います。で、箱出しの状態なんだけども、サバゲーでもう何回か使ってしまっているんで、新品ではないです。いきますよ。10発ぐらい撃っていきたいと思います。1発目。78.1、77.46、77.62、77.57、77.21、77.18、77.6、62.83、77.72、76.37、77.29、だいたい 77.29、このくらいがあれ、いってる状態なのかな。0.2g の箱出しの状態、サバゲで何回か使って、一応サバゲした後にはきちんとバレルの中も掃除してる状態で、バッテリーは、まあ、充電して 11.1V を使っていますね。ARP556 の、まあ、適正バッテリーだと思います。
はい、とりあえずノーマルバレルの状態で弾速をチェックいたしました。そして今度はですね、こいつを分解していって、まあ、新しいこのバレルっていうものを組み込んでいきたいんですけれども、ここからは俯瞰撮影させていただきます。手元がよく見えるように、そして僕のやり方っていうものが間違ってないかどうかみんなに見ていただきたいんで、もし間違ってるところ、今度やるときこうした方がいいよってことがあったら教えていただけると嬉しいです。では早速俯瞰撮影をしながらやらさせていただきたいと思います。いきます。はい、まずはですね、こいつを、テイクダウンという形で、これを外して中の部分を取り出せるようにするんですけれども、ちょっとまあ、こいつが邪魔なんでサイトはちょっと外しますね。よし、よし、サイトを外し、まずはバレルの分解、バレルを出すためにこの銃を分解していく。でやり方、一応ネットで調べたんだけども、ここにあるこのピンを抜くらしいんですけども、抜けるかな、あのポンチがなかったんですよね。こいつでいいや。お、抜けた。はい、はい、こんな感じでこいつが外れるらしいですね。外れたら全部抜けきんないんで、この状態で、お、はず、取れた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 、はいはいはい、怖い怖い怖い、ここがぶつかってるんで、ここも気をつけながら外す。はい、上下が外れた。あ、なるほどね、こう初めて見るの感動しますね。こういうところを分解していくんですね。はい、まずこっちは下に置いといて、で肝心な本日交換する部分、はい、この部分ですね。こいつが、バレルっていうんだけども、チャンバーパッキンだとそういうものがついています。こいつを抜き取る。あ、結構簡単に作られてんだな。ちょっといろいろ見ますけど、これがバネになっていて、これを引っ張る、はいはいはい、ここに乗っかる、ここに戻せばいいところですね。こいつが、はい、実際に、中に入っていたバレルでございます。で、このネジはまた使うかもしれないんで、ちょっと外しておきます。なくなったら大変。この辺置こう。で、こいつ、はい、僕が考えたのは、本当は、これからこれを抜いて、で、ここのパッキンとかを全部外して、ホップを調節しながらっていう、この部分も、要するに、何が言いたいかっていうと、この新しいですね、ライラックスのこのバレルにですね、はい、ちょっと出していきます。このバレルを、このこいつに交換するんだけども、これを交換する際にはこいつを外さなきゃいけないじゃない、めんどくさいじゃない。なので僕は今日全部ライラックスで揃えようと思って、全部購入してきました。はい、でこいつを要するに組み立てればいいってこと、こいつはとりあえず置いておきますね。でまずは出していきます。こいつは、ですね、ソフトタイプのエアシールパッキンってやつですね。エアシールパッキン。説明書きが書いてないね。うん。このちっちゃい部品は何なんだろう。で、ホップテンショナー。これブリッジタイプの、ホップテンショナー。これは、こいつにつけるらしいんだけども。説明書ないのこれ。マジで。部品を全部出していく。ああ、随分簡単に作られてるんだね。説明書あるね。ちょっとこれ外していこう。なるほど。こういう風につけていくのね。じゃあこっちのソフトタイプのやつも説明書。あ、こいつはないんだ。これをはめるんでしょう。どっちにはめるんだろうね。ここに入れとこう。はい、もうわかりません。まずは、こいつに多分ね、これをはめ込むんじゃないかな。うん。これ、向きとかあんのかな？くる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 回っちゃうね。テンションを上げる。多分こういうことだ。ここに合わせればいいんでしょ？で、これで、一応、はい。動画を見た限り、こんな感じでしてました。そうですね、シリコンスプレーを軽く、つけて、こいつをちゃんとこう拭きながら、この溝にはめていく。
難しい、怖えな、難しいな、こういうの。はい、これをはめ込む。で、くるくるちゃんと回るかどうかを確認。はい、回ってますね。そしたら、このインナーバレルに対して、このパッキンですよね。こいつを。危ない。パッキン、このちっちゃいのは何、このなんか変な、こいつは何、これこのちっちゃいの分かんないんだけど。でこれをこう溝にはめるって書いてあったんですよね。ここに溝があるんで、ここに、これをはめると。ほんとこんなんでいいんすかね。はまんねえな。はまらないんで、ちょっとシリコンスプレーを。シリコンスプレーをちょっと塗って、バレルの中には絶対入んないようにしなきゃいけないんだって。だからちょっと気をつけながら、手際悪くてごめんなさい。頑張ってます。こいつをここにはめ込むんでしょ？あ、はまった、はまった。あ、シリコンスプレーを塗ることによって柔らかくなるんだ。なるほど、なるほど。多分はまったと思います。わかりません。で、こいつのリングをここからつける。ここにはめる。入んねえじゃねえかよ。これがアキラシーリングってやつらしいんですけども、これをこの隙間に入れることによって、入った入った。ぴったり。はい。こいつを入れる。ほんとかよ。で、これを、後ろ向きに、これがホップ調節ですよね。これを回すことによってホップが調節されるから、留め具が全然はまんねえぞ。これ簡単に取れちゃうぞ、この留め具。いいの、こんなんで。こんな心もとない。こ逆か。こう、後ろ側か。あー、やべえ。危ねえ。もう俺のね、不器用な手にはこんなの、あーうわー、やばい、チャメ今くんな、チャメくんな、猫くんな、やばいよ、チャメ来た、やばいやばい、今部品が、よし、ちょっと待って待って、今チャメダメだよ、ダメダメ、ちょっと待ってね、待ってね、今は猫の、猫には、構えないよ、チャメちゃんには構えないよ。今テーブルの上乗ったら死ぬからね。あ、やっぱさっきのでいいのか。いやー、なんか部品が余ってるぞいいのか。で、このバネをですね、まあ、向きはないと思うんで、ここにはめると。で、こいつを、大丈夫だよね、ね、テンションかかる、外れる。で、このバネに入ってる状態で、この子を、ここに戻す。ちょっと一応拭いとくか。すいません、せっかくなんで。はい。クリーナーで。せっかく分解したんで拭いて、これをここにはめる。こっからはめんの？こういうことか。こうはめ、あ、バネつけてないじゃない。危ない危ない。こいつをつける。で、ここにこうはめる。あ、もう入んないよ。なになに、あ、入ってた。ここに入れる。なんかサイズ感おかしいんだよな。で、こいつとこいつを合体させる。怖いなぁ、はまんないじゃない。あなた、この状態でこう来て、きちんとここか、できたのか。はい、今ですね、きちんと一応ここに、はい、中が変わったの分かります？紫色の部分があると思うんですけど、一応くるくる回しても大丈夫そうなんで、いけてると思うんですけども、ただあとは
ちょっとね、どっちが北伏最大なのか分かんない状態なんですよ。なので、まあ実際にちょっと、断速チェックしてみて、はい。見ていきたいと思います。はい。まずは、今、一応合成もしっかり、きちんと戻せたと思うんで、大丈夫だと思うんで、はい。断速チェックしていきます。ホップはそのままの状態で断速チェックいきます。72.43。65.5。下で当たったのかな ?72.79。72.71。72.55。72.5。72.76。72.62。72.75。72.83。はい、ホップ回してみました。71.58。72.38。72.5。72.53。72.9。72.81。72.94。はい、落ちましたね。元に戻しましょう。はい、すいません。今ですね、元も子もなかったんで、とりあえず一回元に戻しました。ただ、今日分解させていただいて、やり方ってものを覚えたんで、もう結構簡単に、中身をいじるってことできたら、もう一回消毒セットします。元の、バレルに戻してですね、パッキンも戻してやってみました。これを状態、さっき 72.94 だったんですけども、今だと、78、78、77、はい、今ですね、中身をバレル元に戻してやってみたら、初速が元に戻って、それより出るっていう、なんかどっか違うんだろうね、やり方が。なので、今回俺が間違ったのか、こいつの組み立て方がおかしかったのか、何なのか。でもまあ、どう、初速下がるってことある？組み立て方はね、合ってると思うんですよ。一応ちゃんと、きちんとさ、こうくるくる回したときに見えない。くるくる回して、きちんとホップもここのね、テンショナーもきちんとかかってるし、やり方は合ってると思うんですけれども、何が違うんだ？納得いかない。これは誰かに聞きたいと思います。はい。本日はですね、バレルを初心者が交換するとどうなるのか。はい。初めて初心者が交換すると、初速が落ちます。はい。僕がやると初速が落ちます。なので、せっかくチューンナップができて、銃の性能が上がると思ったら、下がるっていうこともあるんです。ただ、これを分解したりとかいろいろやることによって、エアガンの組み立て方、そして中身の構造っていうものが分かってきます。今一回分解したら、これがこういう風に入っていて、その後ろに、まあ、なんていうんだろう、エアガンのその弾を送り出す機械がついていて、多分ここに、モーターが入っててって、その構造が分かったんで、これが分かれば、もし壊れた時に分解して直すってことも、俺結構電気強いんで、分かるかもしれないっていう一つの学ぶことができました。はい。そんな感じで本日はですね、この ARP556、バレルを組み込んだら、弾速が落ちたっていう動画になって、ほんと申し訳ない。最低だよね。弾速がこう上がった状態、うおーってなるんだけども、弾速下がってどうすんのよって話。はい。それでは、本日はこの辺で動画の方、終了させていただきたいと思います。本日は、こんな感じで。やらさせていただきました。これからもですよ、吉尾 V6 いろんなことにチャレンジしていきます。サバゲー動画に関しては、まあ、今度です。また新しいガンを手に入れながら、そして 41PX にも行きながら、新しい動画っていうのを作っていきたいと思いますんで、どうぞ、このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。I'll be back. And me and the bottle of wine.